マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は7-6=1となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+5=9となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は17-9=8となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6×2=4×3=12となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は すると8-6-1=1 となり正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は すると50=50=50となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。